クーバランは10脚目車エビ科に分類されるエビの一種。インド太平洋に分布するエビで食用として広く流通している。日本では日清カップヌードルの具材のエビとして知られる。生態の全長は最大でも125ミリメートルほどで、車エビや多くの金塩種よりも小さい。上塩だけに8、または9つの葉があり、表面はビロード状の細かい毛でまだらに覆われている。 生きている個体は半透明の殻に甲側と腹部を中心に赤色の小判点がある。インドの水域では生態は水深37メートル以前の泥底に生息し、チエビは川口域と川に生息する。インド西海岸、マレーシア、フィリピン、インドネシアなどインド太平洋の熱帯、温帯海域に分布する。日本ではプーバランと呼ぶのが一般的であるが、 主に漁獲が行われる、インド西海岸など、マラヤーラム語、ヒンディー語圏では、海から離れた場所で取られる、小さいものを、ズリー・キーミンと呼び、海から取られるより大きいものを、プバーラン・チェミンと呼ぶ。英語圏では、プーバランの他にカダル・シュリンプやピンク・シュリンプなどの名前で流通している。主にムキエビに加工されて流通する。茹でると、身はヒーがかった大色になり色鮮やかで、 また、フリーズドライ加工をしても、味や色が損なわれず、トラックによる長距離運送時の衝撃でも崩れない程度の強度を維持できるため、日本ではインスタント食品やピラフ、エビシューマイなどに使われている。加工食品や飲食店で使われることは多いが、市販向けにプーバランという名前を出して、冷凍ムけビなどを販売することは、まずない。量には主にトロール網が用いられる。 カップヌードルのプーバランカップヌードルは開発当時、彩りが良く、高級感があることから具にフリーズドライ加工でエビを入れることが決まり、世界各国から集められた60種類以上のエビの中からプーバランが選定された。選定の理由は前述した色や味の変化が少なく、形が崩れにくい特徴からで、開発担当が 大阪市内のホテルのレストランで食べたシュリンプカクテルに使われていたことがきっかけとなった。1972年当時プーバランは乾燥小エビとしては最高級品で原価は 1kg あたり4500円だった。またその小ささからカップヌードルのエビはオキアミだと疑われたりオキアミの画像がプーバランとしてインターネット上で紹介されることもある。 しかしオキアミは殻付きなら近いサイズだが向くとさらに小さくなってしまうことに加え、見た目や味、歯応えも異なるため、プーバランの代用にはなり得ない。また、フリーズドライ加工後の丸まった外見から、昆虫の幼虫に色をつけただけの代用品等という根拠のない噂も出回っていた。ありがとうございます。